ではいきます。まず問題というか、まあ、やってほしいことが丸一番、まず四角の中の語句を英語にしましょう。で次に丸二番、四角以外の部分も英文にして全文を完成させましょうということですね。このステップでいけば分かりやすく答えを出すことができます。はい、では丸一番ではなくて一番ですね、一番からいきたいと思います。はい、説明プリント1と2ですね。でこの四角の中はもう説明しているので、この四角の中はもう分かるという前提で進めてしまいます。はい、まず、1番ですね。彼はみんなから好かれている一人の先生。この四角の中だけどと A teacher で、みんなから好かれているなので like toby everyone ですね。まずここまでが四角の中になります。 A teacher liked by everyone。 この四角の中だけの関係だとこうですね、 liked by everyone、 みんなからみんなによって好かれているっていうのが先生を説明しています。あと残ってる彼は何々ですですよね。これだけ英語にすればいいということになります。そうすると、これはもう最初に he と is っていうふうに入れて he is a teacher liked by everyone で最後にピリオドというふうな形になります。はい、これが1番の答えですね。はい、ではこの2番いきましょう。私はタマと呼ばれているその猫を見ました。まずこの中ですね。タマと呼ばれているその猫。The cat。タマと呼ばれているは、called タマ。これですね。で、私は見ました。私は何々を見ましたですね。ここを英語にすればいいので、あとは I と、そうですね、見ましたで、はい、こういうふうになります。で最後にピリオドをつけると。で、上のようにこう赤線でどこがどこを説明しているかっていうのを書いておくと、こういうふうな関係ですね。タマと呼ばれているその猫、はい、このようになります。はい、3番いきましょう。これは英語で書かれた一冊の本です。この四角の中は、a book。で、英語で書かれただから、written in English。こうですね。この関係はここの部分がこのブックを説明しているということになります。あと残っているのはこれは何々ですなので、これはもう最初にこうですね、 This is で始めて This is a book written in English、 最後にピリオドという形になります。はい、では今度最後4番、あ、最後というかこのページでは最後ですね、4番。あれは日本で作られた1台の自動車です。ここの四角の中ですね。A car。日本で作られたっていうのは、made in Japan。こうですね。で、あとはあれは何々ですなので、あとは残ってるのは前の方にここに入れるということで、that is ですね。that is a car made in Japan。最後にピリオドになります。この made in Japan の部分が、カーを説明しているということになります。はい、ここまでが4番ですね。
はい、では今度は後半の567ですね。こちらについて説明していきたいと思います。では5番から。私は土曜日に開かれたその会合ミーティングを知らなかった。まずこの四角の中です。その会合なので The meeting。 はい、で、開かれたって、開くっていうのがホールドっていう単語あるんですけど、こちらを使うん でさらにこれの過去分詞にしないといけないので held っていう単語ですね。held、 これを使います。ただ土曜日になので on Saturday。 はい、まずここまでが四角の中ですね。土曜日に開かれたその会合 The meeting held on Saturday。 この held on Saturday がのミーティングを説明していると。あと残ってるのは私は知らなかったですね。でここはさりげなく、さりげないかどうかあれですけど、過去形なので気をつけてください。知らなかったなので I、 あと単語3つ使いますよね。なのでこういうふうになります。はい、 I didn't know the meeting held on Saturday ですね。で最後にピリオドをつけると。はい、このように作れば OK です。はい、6番いきましょう。私は写真を撮っている一人の老人を見ました。これ写真を撮るって Take a picture っていうんですけど、複数形なので Take pictures を使います。一人の老人っていうのは An old man。 はい、こうですね。それがっていうのはこの単語です。この単語の後ろに Taking pictures。 はい、こうですね。 An old man taking pictures。 この taking pictures の部分がこの old man を説明していると。あとは私は見ましたなので I と、そうですね、 I saw an old man taking pictures。 最後ピリオド、このようにすればいいですね。はい、では最後7番いきます。私はテニスをしているあの女の子たちを知っています。まず、あの女の子たちですね。あのでざっと使いたいんですけど、複数形なので those girls になります。はい、でテニスをしているなので後ろに playing テニス。はい、こうですね。テニスをしているあの女の子たち those girls playing tennis。 はい、このようにやっています。で、あと残ってるのは私は知っていますなので I と No ですよね。 I No、 最後にピリオドをつけるというふうになります。はい、で、この3枚目のプリントの上の方に、くっつき型って書いてあるんですね。くっつき型で4枚目の方は今度割り込み型っていうのが出てくるんですけど、割り込み型についてもまた 4番の方のプリントの時に説明するんですけど、くっつき型っていうのはもともとこういうふうに I know those girls ってあった後ろにくっつくってことですね。この名詞の後ろですね、名詞の後ろにくっついてこう説明するということでくっつき型っていうふうに言ってます。別にそういう文法用語はないですけども、まあ、便宜上ちょっと私はこういうふうに言ってるので、くっつき型って言ったら後ろにこうくっつくやつだなっていうふうに考えてもらえればいいと思います。はい、分子の3のプリントですね、丸3のプリントは以上です。ありがとうございました。